ま、正体を見せろ。なんだよこれ。先制攻撃チャンスだ。行け。動かないで。やってやるぞ。いい感じやるぞ。見とけよおい。楽勝。大したことねえな。さて、弱すぎて相手にならないね。うん、いいか、暴いてやる。何者だ。よし、まず身を示せ。ドロー。この隙にバトンタッチ、バトンタッチだぞ。弱点をついてよ。電撃が弱。これはこいつの弱点は氷結属性だな。よし、バトンタッチでさらに追撃だ。さらにバトンタッチ。逆転グッド。いいぞ、そのまま続け。まかせろ。俺が強いコードだ。女に手を挙げてあげるぞ。カルベン。あれ、よく聞け。だからって。じゃあ実行に移ろうか。暴いてやる。何者だ。何だ。よし、こちらの先生だ。うまい。おお、
さて、おお、こいつは。あ、あれ、楽勝すぎた？正体を見せろ。そんなの殺し撃ち？先制攻撃チャンスだ。行け！ペルソナ！違う。よし、レベルアップ。よし。手応えのない相手だったな。ジョーカー。怪しいな。いいか？じゃあ行くか。暴いてやる。何者だ？よし。手応えのない相手だったな。この辺は認知が薄い。お？
ところ。何か。では。よく聞け。暴いてやる。何者だ。弱点は見当たらないな。ペルソナ。我が決意の証を見ろ。よっしゃ、次次よし、勝利だな。さて、余裕すぎ、歯ごたえない。正体を見せろ。やめてくれます。よし、こちらの先生だ。これだな。ジョーカーすごいじゃないか。急にいられても。そうですか。そんなことより、そんな、大勝利、イエーイ。よーし、勝利だな。よし、感じるぞ。正体を見せろ。疾風が弱点だ。ペルソナ。我が決意の証を見よ。じゃあ、使っちゃうね。助けて。もっともっと。頼んだよ。まだ終わらないぞ。どうするき。意を示せ、ドロー。三敵二、いけるぞ。それ、我が半身。三敵一。よし、弱すぎて相手にならない。研ぎ澄ませ。おいおい、ん、これはあれか。朝虫前だぜ。どこかに。これって…なるほど。ま、
て。感じるぞ。宝箱発見。おい、ちょっ。先制攻撃チャンスだ。行け。そい。ジョーカーがクイーン。頼む。まだ終わらないぞ。ゴロ。残りの一匹。動くんじゃねえぞ。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。よし、正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、研ぎ澄ませ。おいおい、よし、行こうぜ。暴いてやる。何者だ。ペルソナ。そこか。どうかしてもこっそり。
上出来だ。なあ、ここ進むのはちょい厳しいか。別の場所さ。待て、あれは。なんだ？あそこにロープでもかけて。怪盗ってのはもっとスマートにやるもんだ。こういう時は。よしよし、しっかり装着したな。我が輩が密かに作っておいたものさ。ま、習うより慣れろだ。まずはつく。よし。弱点は見当たらないな。ペルソナ、我が決意の証を見よ。やるなら小森に頼むな。すごいんだよペルソナ。やもやまい。ゼネが終わり。ジョーカーの話は変だったな。ここでペルソナだ。よし、レベルアップ。この技、早速使わないとね。よし。弱すぎて相手にね。暴いてやる。何者だ。それを撃たれるとは。先生、弱点は見当たらないな。これだな。動かないで。すごいじゃないか。やれやれ、明るいやつだな。どうだ、こっちも陽気に行こうぜ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、やべえ感じのやつ発見。ん？この辺は認知が薄いか。セーフルームがあるかもしれないぞ。暴いてやる。何者だ。弱点は見当たらないな。敵を撃破。さすが。敵は残り2体。行くぞ。待てて、何する気だよ。ほら、
値打ちっぽい代物だ。しょうがねえな。うん、ご苦労様。さて何か怪しいな。ああ、やば、強そうなシャッター。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。いけラスト1体。うっし、お疲れ。ご苦労様。さていいぞ、いい調子だ。暴いてやる。弱点は見当たらないな。そんな、いただいていく。我が決意の証を見よ。ご苦労様。さてシャドウ撃破だ。さ、このまま進むぞ。おお、よっしゃ。はあ、さてと、怪しいな。これって、ああ、もうジョーカー。おう、全部なんか、どうし、気分は良くないだろう。あんな大仕掛け、あれ、こんな厳重に隠されてた。ありがたく、待って、こいつは、これで見取り図が揃ったみたいだ。じゃああれか、見ろ、きっとここだ。変な形の建物だね。今の場所から考え、よし、いや、さ、適度に引き上げつつ、なんかあいつ、気をつけろ、我が輩の予想通り。よし、気をつけろよ。バリア、聞くだろ。うわ、攻撃したら動き出したか。だが
あいつを倒す。後悔してもらう。うわっ、うん、説明は後だ。またさっきのがいる。叩くときは眠らせた。ここでペルソナだ。ペルソナ、ペルソナ奪え。ゲッター、ペルソナ。よし、レベルアップ。その力で目的達成だ。すごいね。研ぎ澄ませ。ジョーカー、どうだ？じゃあ、行くか。準備。感じるぞ。ジョーカー。なるほどな。体育館は聖なる場所でもって自分はそこの神ってか。司法心底吐き。なるほど、証拠の部屋を荒らしたのは貴様らか。待っていた甲斐が。そこの猿が言った通り、そこにど。鴨志田様に逆らった愚かしさ、身をもって知るがいい。やっぱりこうなったか。主に代わって見ろ。あいつ何、危ないって思った。主の言葉に耳を傾けなさい。抵抗しても同じこと。はいだ。くらえ。しとれ、我が犯人。主の言葉に耳を傾けなさい。ペルソナ。何を。抵抗しても同じこと。ペルソナ。もうすぐあなたの身元に。マジで？人間をおやめなさい。増えているのですね。
しいな。怪しいよな。ジョーカー、なんかすぐあれは行くぞ、ついて。何？やっぱりはこれは石だぜ。パレスってのはその場所が本来あるべき姿から主のその歪みが集まって生み出されるのがこれだ。我が輩歪んで、もう一回説明するか。ああ、とりあえず石な。で、どうするのこれ。いただいていく。お宝ほどじゃないが、これもレア、もらっておいて損はないはず。でもこれ何か起きたりしねえだろうな。よし、ゲットだ。とりあえずこの調子じゃ他にもまだありそうだ。我が輩の見立てが正しければ。あと、え、なんでわかんの？匂い？犬みたい。あ、猫か。猫じゃねえし。猫っぽいってだけ。正体を見せろ。どうするつもりだ。よし、こちらの先生だ。それ、我が半身。うらぁ、手だ。これで聞くだろ。やんなる人思いに頼む。よし、よし、倒し。お？あ、これ。オッケー。気づいたか？よし、行こうぜ。おっと、シャドウ。しかも強そうだぜ。暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。いけ。それ、我が半身。ベルソナ。いい加減。ベルソナ。どうも頼む。いやだって。気に追い詰められるだろう。
助かる。お疲れ。力が湧いてくる。シャドウ撃破だ。さあ進むぞジョーカー。すげえな。宝箱あったぜ。鴨志田の石か。二つ目の石ゲットだな。気づいたか？っていうか何か。おお、いいところに気づいたな。よし、宝箱。奪え！
我が半身ジャスレディ今にペルソナいただいていくダイナーモ弱点は見当たらないなここでペルソナだどれ我が愛の力はとどめだお掃除完了おお良さげのスキルではないか新技引いたぜおっしゃよっしゃよく聞け